どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを崩すキャストとして、トレマーズエスケープフロムエルブランコで遊んでいきたいと思います。こちら、ちょっと待ってください。私の方の音声がでかすぎる。ちょっと皆さんの方はどうなってるかわからないんですけど、これ一回 OBS でやってみてもらうか。大丈夫かな？大丈夫じゃなかったら、ちょっと下げるか。はい、失礼いたしました。まあ、あれですね。見ての通り、トレマーズの、まあ、二次創作のゲームですね。で、ハイスコアって出てるんで、一応スコアアタックの概念があって、7番目に私のさっき遊んでみた、データとスコアがあるんですけど、まあ、やってみるだけ、やってみますか。まあ、トレマーズは、映画ですね。このように、砂漠を走る巨大ミミズの化け物と、攻防戦を繰り広げる映画シリーズで非常に面白いんですけど、とりあえず、まあ、岩場から地面に降りると向かってきますが、ゲーム的にはこれどういうことかっていうと、トレマーズは振動を察知して襲いかかってくる怪物ですので、岩場にいる間はこちらが見えてないけど、走ったり、っていうのを地面の上でやってると、その振動を追いかけてくると、上の方にカウントがあると思うんですが、あのカウントが終わるとゲームオーバーではなくて、エルブランコという白い個体、あれですね、左側から今こう来るぞってなってますが、あれがこう向かってくるというようになると、エルブランコはトレマーズ3に出てきた、トレマーズ3に出てきた、あとテレビシリーズにも出てきたかな、個体なんですけど、あいつ振動ではなくて、電磁波だったかな、振動じゃないんですよね、エルブランコが察知してるのは。なんで、場所とかに関係なく襲いかかってくるんですが、まあ今ので見てなんとなく分かったかもしれませんけど、こう人を助ける必要もあるんですけど、人を連れてると一応自分の残機扱いできる。襲われてもその人が死ぬだけで自分は死なないと、いうのもあるんですが、ただやっぱりこの人を連れて助けて帰りたいっていうのはもちろんありますし、スコアもその分上がったので、これやばいな、まあ、その辺どうやっていくかっていう、くそゲームだと思うんですが、でこれ一応スコアアタック兼面クリア式みたいなんですね。で、ゲームオーバーになってスコアがゼロになっても普通に途中からコンチにできたんで、まあ、とりあえず終わりまでやってみようかなとは思ってるんですけど、まあそれはそれとしてハイスコアも狙いたい。もともと記録されてるハイスコアが200いくつだったかな、それをまだ超えてはいないのでね、こういう時チャンス。一応タイムボーナスもあるんで、よし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 、タイムボーナス、あとこう人連れてけるんですね、次のステージに。タイムボーナス、あとこの人を助けてるボーナスっていうのはあると思うので、どうだろうな。だから人を連れていけば連れていくほどスコアが上がると思うので、なるだけ助けたいんですけど、イグジットは下にあるんですが、あんなとこにいんのか、どうだ、ダークソ、あ、ここダメなんだ、あーくそ、あーということで、まあ一応私の名前を入れておきますか。ハイスコア1位の人247点ですね。で、まあ一応、こう、この面から始まるんでね。ああ、でも助けたことになってんな。これは記憶されてんのか。じゃあまあいっか。やり直そうかなって今一瞬思ったんですけど。どうすっかな。助けるか見捨てるか。この人は助けられる。向こうにいる人が難しいな。エルブランコが出てくるのも困りますしね。どうでもいいけど、私はこれは一応あれなんですかね、ヘビンベーコンなんですかね。
カウボーイハットかぶってるからな。まあ、とりあえず見捨てるか。有刺鉄線があるんですよね、ここは。ただ、あそこに人がいると。グラボイズがあそこにいる。あ、ちなみに怪獣の名前グラボイズって言うんですけど、グラボイズがあの携帯ですね、シュリーカー、アスブラスターと携帯が変わっていくんですが、エルブランコは、グラボイズの白い携帯ですね。電磁波などで、敵というか獲物を察知する。エルブランコが来ますね。うわー、ここだ。いけ。普通のグラボイズもそうですけど、あの木は破壊されますね。で、一応助けを求めてる人がいるので、そっちには行こう。家か。一回こっち。こっち。エルブランコは来る前に、グラボイズの数が多いな。イグジットあっちか。間に合った。どこだ、見えないぞ、イグジットが。すごい遠いのかな。あれか、エルブランクが来る前に、ここで人を助けないとそのボーナスは出ないのかな。で、イグジットとまた助けに行かなきゃいけない人との距離が離れてますが、またあそこにいるよ。まあ一応グラボイズは近くにいないからいっか。いや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 、一応なるべく大勢で生き延びるっていうのもトレマーズシリーズの特に1作目2作目とかの話はそういう話ですからね。パーフェクションだったかな、街の名前が。その住人の人たちと協力して生き延びるっていう話ですからね。うわ、こいつずっとここにいるんだ。ちょっと待ってくれ。うわ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 、いやー、いやー、ちなみに、こちらあれですな、一回名前入力したらもう勝手に入れてくれるんだ。ちなみに、トゥギャザーゲームジャムだったかな。そういうゲームジャム、古いキャラクターを、使ったゲームを作りましょうみたいなゲームジャムらしいんですけど、トレマーズ自体はシリーズは続いてるんですけどね、今も。まあ、エルブランコとかが出てたのは3ですし、作品自体はね、90年代初頭の作品なので、一番最初のやつは。まあ、古いっちゃ古いか。あっち側に集中してんのか。一回、いや、いけるか。エルブランコ来るよな。焦りすぎた。俺一人になっちゃった。あの人助けに行ってる余裕ないかな。そもそも、いや、こっちにグラボイズが多いっていう話なんだよな。
うわあ、あそこなんだ。これ一回ちょっとね、一回食われよ。ゴールが見えたから、あの人助けに行こう。で、なるべくこっち側にグラボイズをおびき寄せたいんだよな。こっから脱出が難しくなるかもしれないけど。でもゴール側にグラボイズが多すぎるのも、ゴールするとき大変だから。危ねえな。幸いなことに、どんなに狭い石でも何人乗っても大丈夫なんだよね。原作だとその辺も大変なんですけど。クソ、エルブランコ来るな。ぬーん、ぬーん、行ってしまえ。うん、洞窟の中。これはあれ か、乗れる場所がないってことか。うおー、あー、速度は一応こっちの方が若干速い。ぬん、なんだ X って。あ、ダイナマイトか。仕掛けろってか、倒すってことだな。やばい。言葉を出せない程度に集中している。ぬーん、うわー、間に合った。で、グラボイズの群れを倒しましたと。原作だとエルブランコは生き延びるというか、確かペットにするんですけどね。わ、最後すげえ面白かったな。エンターで、ハイスコア247の人とかすごいな、これ。一応5位、私100点ギリギリ超えてるのがあるけど。はい、ということで、トレマーズ、エスケープフロムエルブランコでした。はい、面白かったかな。もう一周やろう。とりあえず、ここでは何度やり直してもいいですからね。そんなに長くなかったですしね。ちょっともう一周やって、ハイスコアを、ゲームをクリアしたいというより、ハイスコアを更新したいな。人道的には反するけど、人を助けない方がいいのかな。そうすると助けない方がいいというか、助けられる時は助けるけどっていう。いやー、うーん、うん、助けられる時は助けるけど、そんなことよりはノーミスでいって、でスコアを稼いだ方がいいんでしょうかね。スコアをだけを気にするんであれば。ただ最後の2面、あそこ多分残機ということで考えると、自分以外の人もいた方がいいと思うんだよな。
グラボイズの位置によるんだよな、本当に全然。で、この木は壊される可能性があるから、壊された。こういっちゃえ、だーなんか。どこにいるの？上にいるって書いてなってるけど。あそこか。まあいいや。ここは楽なんですよね。この辺がちょっと危ないくらい。グラボイズの動きはこれランダムかな。リクジットがこれ向こうなんだよね。グラボイズの数が多いんだよな。うわー、そう、なんであんな中途半端なところに引っかかってんだ。エルブランコが来ちゃう。うわ、迷うくらいの下に行きゃよかった。うわー、あー、この時点ではグラボイズの方が速度が速いな。何点だった今。80か。私の名前がどんどん増えていくけど、これなんか一応サーバーとか出てなかったっけ、さっき。別にネットスコアではないのかな。ネットスコアじゃないんならいいけど。どうしよっかな。これタイトル画面には戻れない、こっからは。ちょっと一回やり直してみよっかな、これ。一回これちょっと待ってくださいね。一回ウィンドウごと閉じるで、ちょっと待ってくださいね。いろいろと間違っている。行ったかな。行ったな。よしよしよし。そんで一旦ちょっとゲームオーバーになろう。んで、まあ、101点をとりあえず超えればいいかな、自分のハイスコアを。もしくはノーミスクリアか。もう今死にますけど。人を助けるかどうかはともかく、死なずにエンディングを迎える。本当にグラボイズの位置がいろいろと絶妙なんだよな。ヘルブランコが出たとしても強引に行っちゃうか。で、危ねえな。
行っちゃえ。割とこうカウントダウン始まるのはもう間髪で始まってるので悩まずにもうどんどん下にスティックを入力した方が良さげですね。行っちゃえ行っちゃえ。うわ食われた、木を食われた。なあ、行っちゃえ。こっち、そういえばトレマーズの劇中でもグラボイズゲームっていうのをあのアーケードゲームの筐体で出してましたね。トレマーズ2に出てきたと思うけど、あそこのここから来れないのかと思ったけど、あれは列車にもしかして引っかかってくれてんのかな。危ない、うわ木を破壊された。うわあそこの右側のグラボイズが絶妙に邪魔。ここだ、うわ下から来た、うわやばい孤立してしまった。エルブランカも来るぞこれ。うわうわよくできてるなこのゲームグラボイズが邪魔だ。ここだ、行っちまえ。斜め移動が早いか、まさかこのゲーム。そんな気がするぞ。斜め移動が早いタイプのゲームだな。古い FPS とかによくある。これを駆使しないといけないかな。うわぁ！くそぉ。横着してしまった。ただだとしたら例えばこういう場合はあそこに行く方が早いということだ。でこうこう絶対あそこぐるぐる回ってんだよねあいつ。エルブランコが出てくる。くそ、エルブランコが出てくるタイミングと他のグラボイズがいるタイミングが、いやーあー、でも一応私のハイスコアかな、もしかして。あ、116点か。まあしょうがないか。ここまで来たから一応クリアだけしますか。いやでもよくできてんなこのゲーム。絶妙にエルブランコが出てきてからのこのだ、どうしようもなさね。いやー、非常に雑になってしまってるのか、それとももともと運が良かったのか、あの時俺は。
こっちにグラボイズをおびき寄せようっていうのはあった気がするんですけど、こっからですね、あぶね、普通にこっち行った方がいいな。こっからの急展開ですよね。で、一応ここのグラボイズの速度は調節されてるんですね。で、斜め走りが確実に速いな、こりゃ。で、最後に爆弾を仕掛けたらグラボイズの群れが襲ってくるので、一番右側のところを最後にしといた方がいいのかな。にゃー、どっちだ、上か。いやー、こっちの方がいいかな。内側から回り込むように。でもあそこからやり直して80点超えるんだもんな。なんか頑張れば普通に200点超えそうなんだけど。でも1位の人247だもんな、すごいな。はい、ということで、トレマーズエスケープフロムエルブランコでした。いや、面白かった。よくできてんのこれ。はい、ということでここで終わりにしたいと思います。どうもお付き合いいただきありがとうございました。